現在のドルビーラボラトリーズのロゴドルビーラボラトリーズは映画、テレビ、記録メディアその他の音響記録、再生技術の研究、開発を行う米国の企業である。現在、サンフランシスコ、バーバンク、ニューヨーク、ロンドン、東京他にオフィスを持つ。高校時代、アンペックス社でアルバイトをしたことがきっかけで、以来音響研究人筋60年の 米国人技術者、レイ・ドルビー博士が、1965年に、ノイズリダクション技術の研究所をロンドンに設立。彼はまた、初期のビデオテープレコーダーである、アンペックス社の2インチ VTR の開発において、オーディオ記録再生技術を担当した。同社は装置製造だけでなく、開発した技術を他社に、積極的にライセンスすることで収入を得る。 ビジネスモデルを採用している。MPEG AAC のライセンス供給者の一社でもある。映画の音響再生で臨場感を高めるため聴き手の周囲を包む音情を再生する技術で主導的な地位を占める。ドルビーサラウンド、ドルビーデジタル、ドルビープロロジック、ドルビーアトモスなど各種の方式がある。これらの再生にはそれぞれ専用の再生機が必要になる。 業務用20から2万ヘルツを4分割して、各帯域で圧縮、伸長を行う。これにより、約10から15デシベルの S、N 比の改善が得られる。ドル BSRNR、ドル BANR、ドル BBNR、ドル BCNR の欠点を解消した。現在も、映画上映用フィルムのアナログトラックに用いられている。民生用民生用の普及機種向け、 ドルビヌ a n r の簡略版で民生用の標準的なノイズリダクションシステムとして普及した。民生用の高級機種向けドルビヌ b n r の2倍の効果を持ち、対象音域は中音域にまで拡張された。民生用の高級機種向けドルビヌ c n r を改良したノイズリダクションシステム1990年という音楽メディアのデジタル化が加速した時代に発表された。 ため、採用例は希少である。音響の高効率符号化方式として、1980年代から研究を行う。一般的な環境でも再生できる、ステレオ音声に、サラウンド音声を頂上する技術である。エンコーダ側で左と右のチャンネルに位相を変化させた、サラウンド音声を埋め込んでおき、デコーダで位相に着目して、サラウンド音声を復元する方法である。 ただし、サムスン以外は、ハイエンド機種のみに限られる。ありがとうございます。